1900年頃、ワイオミングの諸小二族インディアンが作ったビーズ飾りの、モカシン諸小二族、または、諸小二族は、アメリカインディアン部族である。文化的、言語的に、次の4つの氏族に分けられる。彼らは、伝統的に、ユトアステカ語族のヌミック語群の一部に分類される、諸小二語を話す。諸小二族は、周辺の部族や、初期のヨーロッパ系アメリカ人からは、 スネークインディアンと呼ばれていた。諸将二という名前は、そっそにから来ており、諸将二号で長く伸びた草を意味する。諸将二族の伝統的な家は、草で作られていたことから、周辺の部族では彼らを、草の家の人と呼ぶ者も,もいた。諸将二族での自称は、人々を意味する、ニューである。メリウェザー・ルイスは1805年、諸将二族のことを、 ソサニツあるいはスネークインディアンと記録した。諸生二語は、現在約千人の和社がいる。ユトアステカ語族の中央ヌミック語群に属している。和社は、ネバダ州中央部から、ワイオミング州中央部まで散らばっている。最も多くの和社が存在するのは、ダックバレーと、五州と保留地である。アイダホ州立大学には、諸生二語の授業もある。 諸詔二族の夏の野営用住居1870年、W.H. ジャクソンがウィンドリバー山脈で撮影諸詔二族は、グレートベースンの西側に起源を持つネイティブアメリカンの部族で、そこからアイダホ州、ワイオミング州など、北や東へ広がっていった。西暦1500年までに、東諸詔二族の一部が、ロッキー山脈を越え、グレートプレーンズへと達した。 その後ブラックフット族、クロウ族、ラコタ、シャイアン族、アラパホ族などの部族から圧力を受け、交戦状態となり、東諸商人族は南アニシへ移動した。遥か南のテキサス州まで移動した一団は1700年までにコマンチェ族を形成した。多くのヨーロッパ系アメリカ人の入植者が西部へと進出し、先住民との緊張が高まった。 19世紀の後半は、至るところで戦闘が発生した。ポカテロ州長に率いられた北諸将二族は、1860年代に、アイダホ州の開拓者と戦った。アイダホ州の都市ポカテロの使命は、彼の名にちなんでいる。より多くの入植者が、諸将二族が狩りを行う領域に侵入し、先住民らは食料を得るために、農場や牧場を襲撃し、 開拓者を攻撃した。1863年、アメリカ陸軍が410人の北西諸将二族を無差別虐殺したとされるベア側の虐殺を最後に戦闘は終結した。この軍事行動は、諸将二族がアメリカ陸軍の手にかけられ、最も多くの犠牲者を出した出来事であった。ラビットテール諸将二族と同盟関係にあったバノック族は、 1864年から1868年のスネーク戦争、1878年のバノック戦争で共にアメリカ陸軍と戦った。1876年のローズバッドの戦いでは、諸将二族はアメリカ陸軍側につき宿敵であったラコタ族やシャイアン族と戦った。1879年、約300人の東諸将二族の一団は、 シープイーターインディアン戦争に巻き込まれた。この戦いは、現在の太平洋岸北西部地域においては、最後のインディアン戦争となった。1911年、所長にマイクとしても知られる、マイクダゲットに引きられた、小さなバノック族の集団は、ネバダ州、和書軍で4人の牧場主を殺害した。自警団が組織され、1911年2月26日には、 そのインディアンの集団に追いつき、そのうち8人を殺した。この時時警団のエド・ホーグルも殺された。この戦闘で生き残った3人の子供と1人の女性が捕らえられた。牧場主は集団の残りをスミソニアン協会へ研究のために寄贈した。1994年、彼らはアイダホ州のフォートホールインディアン居留地に送還された。2008年、 北西諸将二族は、ベア川の虐殺史跡とその周辺の土地を獲得した。彼らは、神聖な土地を守り、犠牲者を追悼する記念碑を建立することを望んでいた。1845年の北諸将二族と、西諸将二族の人口の合計は、約4500人と推計されるが、感染性の病気の流行や戦闘によりその数を大きく減らした。 大陸横断鉄道が完成した1869年以降、過去に例を見ない人数のヨーロッパ系、アメリカ人移民が彼らの領域に入り込んだ。1937年、インディアン事務局の調査では北諸小二族が3650人、西諸小二族が1201人の人口であった。2000年の国勢調査では、諸小二族の人口は約12000人であった。 諸小児の人々は、活動地域や、主な食料源から、以下の伝統的なバンドに分類される。ワイオミング州1892年、法と和シャキ居留地の諸小二族。写真左側で右手を広げているのが和シャキ伊州長。中央で踊っている、数人は戦士だと考えられる。ありがとうございます。